ピエール・ブラザ・ピエール・ポール・フランソワ・カミー・ユ・サボルニャンド、ブラザはイタリア系フランス人の探検家。イタリア名はピエトロ・パウロ・サボルニャン・ディ・ブラッツァ。現在のコンゴ共和国の首都であるブラザ・ビルは彼の名にちなんでいる。イタリアのカステル・ナンドルフォで生まれ、後にフランスへ帰化する。パリ・チリ学会の支援により、 1880年には、小越川流域から今後川流域を探検し、今後川西岸地域の諸市長と保護条約を結んで、一帯をフランスの勢力下に置き、中部アフリカのフランスによる植民地化に重要な役割を担った。1905年に、ダカールで赤痢のため休止し、国葬の後ペール・ラシェーズ墓地に埋葬されたが、夫人の手により、アルジェに改装された。 ブラザビルにあるブラザの霊廟。2005年にはフランスの援助によりブラザビルに新たな霊廟が建設され、翌2006年にブラザの遺体は祭祀と共に再埋葬された。ありがとうございます。